大和システム株式会社は、大阪府大阪市中央区に本社を置き、不動産業及び自社施設運営事業等を行う、日本の株式会社である。1960年に、大阪大和ハウス販売株式会社として設立後に、社名変更。2010年に経営破綻後、2012年に、旧法人を生産。 2017年6月13日に新法人として、大和システム株式会社を設立した。旧法人には、大和ハウス工業が出資していたが、新法人は、大和ハウスグループ公式サイト、グループ企業一覧には掲載されていない。旧法人は、商業施設の管理、運営、温浴施設の管理、運営、不動産賃貸、商業用建物等の設計。 思考を事業内容としていた。西日本を中心にショッピングモールや温浴施設などの運営を行っていた。ピエリ森山の開業と同時期にリーマンショックが発生。ピエリ森山の売却予定延期とその後の売却解約により2010年10月の経営破綻につながった。経営破綻により不動産事業を投資ファンド等へ事業上と 子会社が運営していた温浴施設、ヤマトの湯は他社へ譲渡後に廃業した。経営破綻後、ショッピングモールは他社に事業譲渡の上で営業を継続している。また温浴施設の一部も他社へ譲渡され、名称を変更して営業を継続しているものもある。本社を大阪市中央区西震災橋に置いていた。 現法人の本社は大阪メトロ谷町線谷町4丁目駅の南側に位置する。不動産業を中心に以下4つの事業を行っている。ありがとうございます。